1937年の防衛司令部と防空管区協会、色分けは士官。防空管区は1937年から1940年まで日本陸軍が防空のために本州、四国、九州を区分して設けた地域である。前身は1935年か1936年に設定された防空都政管区、東部防空管区、 中部防空管区、西部防空管区があり、それぞれ対応する防衛司令部が管轄した。1940年に防空に限らない軍管区の設置により廃止された。1935年に陸軍は防衛司令部を設けて国土防空の計画を立てさせることにし、8月にまず東京に東部防衛司令部を編成した。その管区は、 1936年に東部防空統制艦区と称したが、当初からの呼び方かは不明である。2年遅れて1937年8月、大阪に中部防衛司令部、小倉に西部防衛司令部が編成された。この年11月27日制定の昭和12年軍令陸第8号による防衛司令部令改定で、防空艦区と警備艦区が設けられた。 どちらも防衛司令部の管轄地域を表すが、権限と範囲が異なる。防空管区は、文字通り防空に限り、広範囲の防衛の計画と指揮を防衛司令部に委ねるものである。防衛司令官は、防空については、防空管区内の陸軍部隊に対する指揮権を持ち、その例外は、憲兵隊、憲兵司令部、航空兵団司令部だけであった。また、 指揮が及ばない憲兵と航空兵団に対しても区署を出すことができた。それに対し、警備管区は司令部所在の士官の警備に関わるもので3から5府県に及ぶものであった。1940年8月1日に防衛司令部がより大きな権限を持つ軍司令部に変わったとき、防空管区も軍管区に転換し廃止になった。 漢方第3273号昭和11年度東部防空統制艦区統制計画書中表紙アジア歴史資料センターレフ C130 億7086万4000漢方第3273号以下で述べる防衛司令官の権限についても同じ漢方第4055号ありがとうございます